ゴッド7は2014年に韓国で結成された韓国人4人、アメリカ人1人、香港人1人、タイ人1人の7人で構成されたボーイズグループ。2014年に JYP エンターテイメントからデビュー。グループ名には幸運を持った7人でずっと一緒に行こうという意味が込められている。キャッチフレーズは come and get it, ゴッド7。公式ファイクラブ名は アイゴットナナで略称は小鳥を意味する、アガセ。日本の公式ファイクラブ名は、アイゴットナナジャパン。各メンバーの国籍は韓国が4人、アメリカが1人、香港が1人、タイが1人。ゴットナナの愛称は、ガッセブンという読み方を略して、ガッセと呼ばれている。2017年3月、YouTube でのミュージックビデオの再生回数が1億回に達し、1億回の 再生回数を記録した最初の JYP 所属男性グループになった。2021年1月11日、JYP エンターテインメントが同月19日をもって、ゴット7全員との7年間の契約満了を発表。2021年2月にワーナーミュージックグループからデジタルシングルを配信。2009年 JB とジニョンが入所。2010年マーク。 ベンベンはそれぞれ出身地であるアメリカ合衆国とタイでスカウトにより JYP グローバルオーディションに合格。ユギョムは通っていたダンススクールの JYP オーディションで合格。2011年ジャクソンが入所。2012年 JB とジニョンは KBS2 で放送されたテレビドラマドリームハイ2で歌手デビューする前にドラマデビューを果たす。5月16日。 JJ プロジェクトを結成。5月20日、シングル、バウンスを発売し、JJ プロジェクトとしてデビュー。2013年9月6日、ネットで放送された、YG のリアリティサバイバル番組、Win, Who Is Next? の y g 対 JYP、ダンスバトルに、マーク、ジャクソン、ベンベン、ユギョムが出演。番組出演後、4人は、JB とジニョンと共にゴットナナとしてデビューすることが、 決定。グループに加わる最後の7人目のメンバーとして入所してわずか7ヶ月だったヨンジェが選ばれた。M カウントダウンでパフォーマンスするゴット71月1日、JYP エンターテイメントはゴット7のデビューを発表。1月20日、ファーストミニアルバム GUT IT でデビュー。同日、ソウル市内でデビューショーケースを開催。このアルバムは、 ビルボードのワールドアルバムチャートで首位を獲得。ガオンチャートでは最高2位を記録。4月4日、日本デビュー前に両国国技館でショーケースファーストインパクトインジャパンを開催。6月23日、セカンドミニアルバムゴットをリリース。10月7日、初の日本ツアーファーストジャパンツアー2014アラウンドザワールドを開始。十月二十二日、 ファーストシングル、アラウンド・ザ・ワールドで日本デビュー。午後2時の潤、K が作詞作曲した、S.O.Rucky が収録された。11月18日、ファーストフルアルバム、Identify をリリース。このアルバムは、ガオン週間アルバムチャートで1位を獲得。タイトル曲、ストップ・ストップ・イットは、ビルボードのワールドデジタル・ソングスチャートで最高4位を記録。 1>, 1月14日、第29回ゴールデンディスク賞で新人賞を受賞。1月22日、第24回ソウル歌謡大賞で新人賞を受賞。1月27日、中国の動画サイト用屈道と JYP ピクチャーズが共同制作したウェブドラマ、ドリームナイトでゴット7ナナが主演を務める。ドラマは、韓国、中国、 タイで放送され1300万回以上の再生回数を記録するヒット作となった。6月10日、日本でセカンドシングル、ラブトレーンをリリース。オリコンチャートで最高4位を記録。7月13日、サードミニアルバム、ジャストライトをリリース。タイトル曲は、ビルボードのワールドデジタルソングスチャートで最高3位を記録し、2週連続でトップ3位に止まった。 7月30日、ゴットナ,ナ主演のウェブドラマ、ドリームナイトが、ウェブドラマ映画祭系ウェブフェストで、作品賞、監督賞、スター賞を受賞。9月23日、日本で、サードシングル、ラフラフラフをリリース。発売初週で3万5000枚を売り上げ、オリコンチャートで、最高2位を記録。9月29日、ホースミニアルバム、マットをリリース。タイトル曲、 If You Do はケーブル TV の音楽番組で初一位を獲得十一月二十三日ホースミニアルバムマットに三曲を追加した初のリパッケージアルバムマットウィンターエディションをリリースゴットナ,ナと超誠専文化体育観光部長官2016年9月に行われた韓国セールフェスタにて会談した2月3日日本で ファーストフルアルバム、森がってよをリリース。オリコンチャートで最高3位を記録。2月15日、NBA スタイルコリアの新しいイメージモデルに、事務所の後輩であるトゥワイスと共に就任。2月28日、2度目の日本ツアー、ゴットナナジャパンツアー2016森がってよを開催。3月21日、フィフスミニアルバム、フライトログ、デパーチャーをリリース。 ガオ月間アルバムチャートで1位を獲得。ビルボードのヒートシーカーズアルバムチャートとワールドアルバムチャートで初登場を呼び最高2位を記録。3月31日、M カウントダウンの放送でデビュー後発の地上波音楽番組1位を獲得。その後タイトル曲、フライデコ感を達成。4月9日、世界のアーティストの人気を毎週ランキング化しているビルボード。 S アーティストホット100の45位に2週、連続ランクイン。K-POP アーティストのチャート入りは再以来。4月12日、リーダーの JB が作曲したサブタイトル曲でもあるホームランをデジタルリリース。3カ国の音源チャートで1位を獲得。4月29日、ソウル市で初の単独コンサートフライツアーを開催。夏の間、中国、日本、タイ。 シンガポール、アメリカを回った。9月27日、セカンドフルアルバム、フライトロング、タービュレンスをリリース。13曲のうち、11曲の作詞、作曲にメンバーが参加。アルバムは、国内で20万枚を売り上げ、ビルボードのワールドアルバムチャートで、初登場1位を記録し、アメリカで2000枚を売り上げた。12月2日、ネットアジアンミュージックアワーズ2016で、 ワールドワイドフェイバリットアーティストを受賞。ビルボードの年末ワールドアルバムチャートで15位。年末ワールドアルバムアーティストチャートでも6位にランクイン。このチャートにはこれまで G ・ドラゴン、シャイニー、2・ N ・ E ・1、X が入っている。1月14日、第31回ゴールデンディスク賞で、アルバム部門で本賞を受賞。1月19日、第26回ソウル歌謡大賞で、 本賞を受賞。2月22日、第6回がオンチャートミュージックアワードで、今年の歌手賞アルバム部門、第1四半期を受賞。2月、財政的に恵まれない10代の若者を支援する、目的で、ゴット7ナナの実物サイズの肖像画が飾られた、キフチ、G、スターゾーンが再オープンした。3月22日、ソーンピアーズ2016で、最優秀振り付け。 最優秀ミュージックビデオベストファンダム部門で3冠を受賞した3月13日シックススミニアルバムフライトロングアライバルをリリース予約注文だけで22万枚10日間で31万枚を売り上げ自己最高記録の合計売り上げ23万枚を超えたガオンハントのアルバムチャートビルボードのワールドアルバムチャートで首位を記録香港 インドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナムの iTunes チャートで首位を獲得。5月24日、日本でホースシングル、マイスワガーをリリース。オリコンチャートで最高3位を記録。ビルボードジャパンホット100で首位を獲得した。6月24日、単独初となる日本でのアリーナ公演、マイスワガーを開催。7月31日、 5年ぶりとなるジャジェープロジェクトを結成。デビュー曲以来初のミニアルバム、バース2をリリース。ビルボードのワールドアルバムチャート、ガオンチャートで2位を獲得。イッツ・カーズアルバムチャートで、韓国歌手としては唯一トップ10位を果たす。10月10日、セブンスミニアルバム、747をリリース。タイトル曲である、You are a リーダー JB が作詞、作曲を手掛けた。 11月15日、日本でのセカンドミニアルバム、ターンアップをリリース。同月、日本ツアー、ターンアップを開催。最終日には、日本武道館で公演を行った。12月1日、ネットアジアンミュージックアワーズ2017で、ワールドパフォーマー賞を受賞。フルアルバム立派ケージミュージックビデオホット7、YouTube、チャンネルシングルミニアルバムフルアルバム映像作品。 ミュージックビデオゴッド7ジャパンオフィシャル YouTube チャンネル YouTube チャンネルレギュラー出演のみドラマ映画コンサートショーケース JYP ネーションありがとうございます